サーフサイド6左からトロイド・ナヒュー、リー・パターソン、バン・ウィリアムズ、ダイアン・マクベイン。サーフサイド6は1960年から1962年にかけてアメリカ ABC にて放映されたテレビシリーズ、ワーナー・ブラザース・テレビジョン制作。当時のワーナーがテレビ映画の私立探偵物で本作以外にも制作したサンセット77、ハワイアン・アイ。 バーボンストリートらと合わせ、私立探偵四部作とも称される。マルガリータ・シェラとトロイド・ナヒュー・ホーエイ当時は、サンセット77の青春版とも言われた TEB シリーズでフロリダ州マイアミビーチのヨットハーバーの6号埠頭に停泊しているハウスボートを探偵事務所にする3人の若い私立探偵の活躍を描いている。サンセット77のシャレタ。 大人びた雰囲気ではなく、若くて、リッチで、トロピカルなムードを前面に出し、三人とも、事件解決よりも、女の子と遊ぶ方に夢中となる。ボートの所有者で億万長者のサンデュインフィールド二世、兄貴分のデイブソーン、弟分のケニー・マディソン。そのガールフレンドが、隣のハウスボートに住む金髪の女性ダフィと、近くのナイトクラブの歌姫チャチャ。 サンセット77の姉妹編なので、ジェフ・スペンサー・探偵が友情出演している。アメリカでは、1960年10月から2シーズン放送されて、全74話が放映された。日本では1961年10月7日から1963年11月2日まで、TBS の土曜夜8時から放送され、途中1962年5月からは、 プロボクシング中継、ビッグファイトと交互に放送された。役名、俳優、日本語吹き替え。ありがとうございます。